4月2日発表の大国新規感染者数、本日回復した人、23,352名、年初からの累計回復者数、123,5148名、新規感染者数、28,029名、新規感染者数累計、146,1320名、肺炎で入院の方、1,827名、肺炎で入院、県ごとの平均24名、治療中の方、255,795名、亡くなった方、96名、肺炎患者の病床占有率、29.9%。チェンマイでは、14日間の新規感染者、平均、420名。14日間の感染可能性、平均、4045名。亡くなった方は3名、となります。タイは対策を調整します。4月1日以降に適用。1、旅行前の72時間以内に行われた RT-PCR テストの提示をキャンセルします。2、サンドボックスエリアでの滞在期間を5日に短縮します。3、永久対策の検疫期間を5日に短縮します。ワクチン打っている、打っていないに関わらず。4、テスト&ゴーは従前通り。出典、タイ王国外務省。軍隊への入隊は賑やかでした。ピッサヌローク県ワットボットでの兵役初日、レディーボーイは DMHTT の原則を厳守することにより、コロナウイルス病2019の流行の監視、予防、及び制御措置に従って、ピッサヌローク県のワットボット地区での兵役へ応募をしました。朝から、ワットボット地区の余剰兵士が選ばれた会場では、父親、母親、親戚が見守る中で行われました。そして、軍人に提示する軍の証明書や、教育資格の証拠、ID カードなど重要な書類を持参し、人々を分類するため、医療チームの体重、身体の測定をしました。初日には、この地域にも軍隊に採用された、トランスジェンダーの女性もいました。警告、鉄砲水に注意してください。2022年4月2日午前6時52分、チェンマイ県、チョームトーン地区ドインタノンの地元ガイド、黄色の四輪である、ムアドドインタノンおじさんから、昨夜大雨が降ったと記者に通知されました。その結果、ドインタノン国立公園では、大量の、濃い、濁った水が、メークラン滝に流れ込みました。水は強く流れていて、バンク砲塔堰にまで達しました。下流ゾーンの人々は流れる水に対処する必要があります。ハイヤゲートエリア、ウアライは大洪水です。プラトゥハイヤウアライ地域のチェンマイの住民は深刻な問題に直面しています。クワイ運河から溢れる水が家屋や道路に氾濫しました。2022年4月2日の朝まで一晩中、この地域で大雨が降りました。ムアンチェンマイゲートエリアを流れるクー運河の水が、メーピン川に流れ込む。ハイヤーロード、ウーア、ライロード、そして路地に沿って溢れ、交通を不便にする。さらに、水は、チェンマイの住民の家の中にも氾濫しました。かろうじて所持品を集めて、避難しましたが、彼らは、同じように苦しみました。タイとマレーシアの国境通過は2年が経った。今、ようやく再開しました。タイ南部のソンクラー県のサダオ地区にある主要な検問所では、107人のタイパス申請者のうち、約20人が通過しました。国境近くの商店主は、取材に、タイに入国するための現在の制限と費用が、到着数の少なさの理由であるかもしれないと、感じていると言いました。規制が、さらに緩和されれば、入国者数が増え、地域経済の改善につながると彼女は考えている。ATK の人数には秘密はありません。5月1日に、ピシャウォンアノン疫学部長は、ダッシュボードの数字と、各県の報告数の合計が異なるため、ATK 検査による、COVID 感染者数をコントロールした疑いがある。マッチしていないとの報道が出ている問題で、
疾病管理局で ATK 残高報告書を確認したが、透明で隠されていない。毎日発表されたデータを明らかにしてる。地域によって異なるタイミングで数字を報告する可能性があるため、データに互換性がない。要は、意図的な隠蔽はなく、技術的な問題との見解を示しました。途中ですが、この動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いいたします。
チャンネル登録、グッドボタンをありがとうございます。